はい、今日も無事に仕事終わりました。皆さんもね、本当にお疲れ様でございます。というわけで今日もね、配信の方をやっていきたいなって思うんですけども、今日の題材はですね、小林直樹さんのファンで経験したことをご紹介したいなっていうふうに思います。皆さんね、ライブ会場でですね、こうランダムグッズですとかカプセルのね、グッズを交換したりとかすることも確か皆さんね経験あると思うんですけども、それで3代目のね推しといえば、大概ガンちゃん、オミさん、イマイチさん、この3名のねファンの方ってやっぱりダントツで多いと思うんですよ。それで例えばガンちゃんファンの方だったら、グッズ交換するときに相手の方もガンちゃんファンで、思うように交換できなかったっていうことを多分経験あると思うんですよね。私これ欲しいのにって言っても、向こうの人もいやこれはダメなんですみたいな、こういう展開って絶対経験してると思うんですよ。なんですけども、ちなみに私ご覧の通りに直樹さんファンなんで、そういう経験がまずなくて、これまでね、それこそそうですね、12月に開催された J3 ランド大阪公演ね、私行ったんですけども、カプセルね2回引いたんですよ。で2回引いて出たのが山下健二郎さんのグッズと今市隆里さんのグッズだったんですよ。それで、ああ直樹さん出なかったなって思って、その場を去ろうとしたら、女性の方に声かけられて、何が出たんですかみたいな風に尋ねられたんで、そこでね、私この健二郎さんと今市さん出ましたっていう風にちょっとちらって見せたら、じゃあちょっと交換しましょうとかっていう風に声かけられたんですよ。で誰推しですかって尋ねられたんで、直樹さんが好きですねってなったら、もうその方も、あ直樹さん、あじゃあどうぞどうぞどうぞ、こんだけあるんです、どれでもいいから好きなの、選んでちょうだいみたいな感じで、もうなんか超なんかもうこうなんかノリノリっていうか、なんかめっちゃなんかスムーズに交換できたんですよね。そしてその後にですね、その後にも別の女性の方から声かけていただいて、誰推しなんですかっていう風にまた尋ねられたんですよ。でそれでまたさっきと同じなんですけど、直樹さんの推しやってますって言ったら、ああそう、あ直樹さん、あじゃあこんだけ今あるから好きなの選んでいいわよ、そのリュウジさんのグッズくれたらこの中でどれでもいいからみたいな感じで、もう快くもう交換していただいたんで、私がガチャを引いてからもうたった3分で今市さんと健二郎さんのグッズが全部直樹さんグッズに変わっちゃいました。ちなみにその交換していただいたアイテムちょっと見せますね。ちょっと待ってくださいね。これですね、これ直樹さんのこのサンタクロースの缶バッジと、ユニマルくんのクリスマスのオーナメントのグッズですね。いやー、あっという間にこうやって直樹さんのねグッズにちょっと変わったんですけども、ちなみにこの岩田さんとか尾身さんとか今市さんのファンだったら、なかなかこういう体験ってできないと思うんですよね。やっぱりこうファンの人数とかもやっぱり違うから、本当に岩田さんとかのファンだったらめっちゃ交換大変なんだろうなって思ったりつくづくしますね。うん。それで時々会場を歩いているとちょっとこういう声も聞こえてきて、これはちょっと私たち直樹さん推しならちょっと何とも言えないコメントなんですけども、ちょっとこんなコメントが聞こえてきて、あこんだけ直樹さんのグッズが余っていたら直樹さん好きな人にあげようよみたいな、そんなやりとりの会話が入ってきたんですよ、耳にね。その時にちょっと私ちょっとぐさってきちゃって、
ちょっと何とも言えない、ちょっと複雑かなみたいな、複雑やなみたいな感じにちょっと思ったりしますね。ちなみにそれが初めてではなくって、2019年のクリスマスライブの時もちょっと似たようなことがあって、隣の親子の方に直樹さん推しやってますみたいなこと言ったら、一応グッズの方をねいただいたんですよ、カプセルのね。それでそのお母さんの方がちょっとこういうこと言ってたの覚えてて、その発言が、直樹ね、はい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 、直樹ね、まあ人気がないからまあどうしてもグッズね余っちゃうんだけど、まあ仕方ないのよねみたいなことをちょっとおっしゃられてて、ちょっとその時もなんだかちょっと複雑やなみたいな風にちょっと思ってしまいました、私はね。まあこれは一個人の意見なんですけども、はい、というわけですね、今回はですね、ライブ会場で体験したことをねお話しさせていただきました。まあこれこそ本当に直樹さんファンならではのお話なのかなって思ったりもします。そしてなおまた交換していただいた皆さんね、その説はどうもありがとうございました。私が南でございます、その交換していただいた方々ね。そしてね、またね今後まあ私顔出しは今後もしないんですけども、もしねライブ会場でねもしなんか会う機会があったらね、私結構オミさんのねグッズねよく出るんですけども、もしオミさん推しの方おられたらね、ぜひね直樹さんのグッズと交換していただけたらっていうふうに思います。もしダブリとかね出たらね。というわけで今回はこの辺りで終わりたいなっていう本に思います。それでは今日はね晩ご飯ラーメン買ってきたんで、今から晩ご飯のラーメンを作りたいなっていうふうに思います。それではまたねー。